上空から見たサンマテオ市サンマテオはアメリカ合衆国カリフォルニア州サンマテオ郡サンフランシスコ米エリアに位置する住宅都市である。サンマテオとはスペイン語で聖魔隊を意味する語である。2010年に行われたアメリカ合衆国国勢調査ではサンマテオの総人口は97,207人との結果が出た。サンマテオはサンフランシスコ市から南に 約30キロの北緯37度33分15秒、成形122度18分47秒に位置し、サンフランシスコ湾に面している。また、サンタクルーズ山脈によって、太平洋と隔てられているため、気候は地中海性気候となっている。2010年の国勢調査によると、人口97,207人、世帯数38,233、 家族数23,444となっている。また、人口密度は1平方マイルあたり8013.8人で、都市の人種構造は46.8%の白人、2.4%のアフリカ系アメリカ人、0.5%のネイティブアメリカン、18.9%のアジア人、1.2%の太平洋島民、その他が12.6%で、 根血が5.7%である。また人口の26.6%はヒスパニックまたはラテンアメリカ系でもある。サンマテオはシリコンバレーの北端部であることから IT 企業が多い。YouTube もこの街から生まれた。プレイステーションのソニー、インタラクティブエンターテインメントアメリカ本社などもある。道路は国道101号線や 週刊高速道路280号線、エルカミノリアルことカリフォルニア州道82号線が市内の南北を通過し、カリフォルニア州道92号線、カリフォルニアステートルート92、フォスターシティを通じてサンマテオブリッジに接続が市内の東西を通過している。エルカミノリアル以外はフリーウェイである。鉄道はカルトレインが利用可能であり、 サンマテオ駅とヘイワードパーク駅とヒルズデール駅の3駅が利用可能である。うちサンマテオ駅とヒルズデール駅は多くの急行列車が止まる主要駅である。市内、近隣都市との公共交通としてはサムトランツという軍営バスがあり、サンマテオ駅とヒルズデール駅を起点に運行している。ほか、サンフランシスコのダウンタウンやサンフランシスコ国際空港とのバス路線もある。また、 サンフランシスコ湾対岸のアラメダ軍とコントラコスタ軍が運営している AC トランジットの運行するバスはヒルズデール駅と対岸のヘイワードを結んでいる。サンフランシスコ市営鉄道が運営するインターアーバンが1949年までサンマテオとサンフランシスコを結んでいたが廃止されている。ありがとうございます。